岡や佐賀など北部九州4県を管轄する陸上自衛隊第4師団に新たなトップが着任しました。昨日付で陸上自衛隊第4師団長に就任したのは海田重雄陸将です。春日市の福岡駐屯地で第4師団の隊員を前に北朝鮮の動向などについて触れた上で任務必遂を掲げ、第4師団が日本防衛の最前線であることを強調しました。海田新第4師団長は1991年防衛大学を卒業し、千葉県習志野市で第一空挺団長などを歴任しました。会見では先月久留米市田主丸町の土砂災害現場に派遣されたことについても触れ、災害派遣活動では危険な場所の情報を関係機関と連携し事前に集めておくことなどが大切と話しました。